イエーイ。これいいじゃん。すごいね。うん。ポテトとナゲットもついてんじゃん。そうなのよ。でさ、ポテト2つとかさ、うんうん、ちょっと重いじゃん。重い。だからなんかあのクーポンならではのうんうんしました。牛すき付きはいいね。と、うん、チーズ付き。イエーイ。いやーもうこの季節だよね。うんうん。食べていいもん。いいから別に説明とかいらんからさ。なんでよ。いやもうみんな知ってるし、あのそういうの知りたかったらもう食べに行ってください。いやもう。もう美味しいのは絶対なんで。柚子胡椒マヨソースとか、初めて見た。うん、ね。いただきます。どうぞ。え、チーズ月見とすき焼き月見どっちがいい？いいよ、俺は。チーズで。すき焼き食べたいでしょ？食べた。うん。でもなんかチーズでいいよっていうのもちょっと、尺に触る。なに？じゃあ俺すき焼き食べるよ。じゃんけんしゅう。え、いいっつってんのに？いいって言ってんじゃん。まあ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 。まあいいよ、いいよ。いいよ、いいよ。うん。いいよ、いいよ。一口ちょうだい。ああ、オッケーオッケー。食べるの。いい？食べていい？いいよ、どうぞ。いただきます。うわ、うま。うん、美味しい。久々スプライト飲んだ。うん。めっちゃうまいよ。うまいね。うま。うん。うん。ほんだ？うん。ハンバーガーを食べた。あ、もう、うんうんうん。分かって分かって。それも、何ハンバーガー食べて、ポテト食べると美味しいよって。そう。もう、もう、もう、1000回ぐらい聞いたから、もういいぐらい。ちょっとね。何言わせてほしい。いや、もういいよ。毎回言わないで、ハンバーガー食べた時にさ。何なの、それ。え？情報共有。で、しかも普通よ。言うて。普通にハンバーガーとポテトを食べてるよ。あれよ。何？美味しそう。うん。遮って言うから、うん、うん、バンズが柔らかい、うん、うん、うん、うまっ、うん、うん、うん、あー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 あれだね、すき焼きあるね、いるね、すき焼きいる？これちょっとよくわかんない、これ、あえてさ、ハンバーガーのさ、うん、下の方にさ、すき焼きを入れることによって、下にさ。あ、もういい、いいからいいから。あ、そういうの。そういう分析とかしなくていいから。そう。食べ方でしょ？大体そうよ。じゃあ、うん、反対向きで食べちゃいけないでしょ？ハンバーガーって。でもこれが、理想の。いい、大丈夫、大丈夫、大丈夫。なんでだよ。お腹いっぱい。大丈夫よ。もうそういうなんか、豆知識とかいらないの。美味しく食えよ。いや、美味しい。うん、いや、美味しく食べるように言った。はい。キモいって言われて生きてきたでしょ、今まで。大丈夫？嫌われてこなかった？大丈夫？大体お前、キモいとか、臭いとか言ってくるの、大体お前。あ、やっぱ言われてきた。お前。うざ。うまい。うん。ちょっと、ポテトとバカ一緒に食べたらしい。うん、うん、うん。そうなんだよな。ちょっとまた口の横になんかつけて。ないな。ついてないでしょ。ついてるじゃん。うん、ちょ、取れよ。誰が可愛さアピールね。いやいや。もう取れた取れた。うん。誰が可愛さアピールやねん。全然入れてない。なんか、うん。お向かいさんのさ、あれ絶対目隠しだよ。何？目隠し、あの、すだれ。すだれ？うん。なんで？だってうちらさ、常にカーテン全開で生活してるじゃん。うんうん、もう結構寝る直前まで。うち、ん、からの目線が気になるんだ。あ、そういうこと？うん。とうとう嫌われたか。だってさ、でもさ、こっちはさ、南側の窓だからさ。そうそうそう。普通じゃない。うん。使ってて、うん。そういうものじゃない。で、向こうは北側で向いてるからさ、こうなっちゃうよ。うん。だってさ、あれ目隠しじゃなかったらさ、うん、日よけだとしたらさ、うん、絶対ありえないじゃん。あ、北側にね。そう。あの、光入ってこないから。そうね。絶対俺らのこと嫌いじゃん。やだなぁ。嫌われちゃったかと思うと。いつもね、挨拶してんのにね。うん。抜かしてくれるよね。うん。本当は嫌だったかなぁ。あ、関わらないで、みたいな。話しかけないでって感じなんだ。ご近所さん。ちょっと仲良くしようよ。今度聞いてみようかな。なんだっけ？視線気になりますって。
聞いて聞いて。え、カーテン閉めといた方がいいですか？でもこの間なんかね、喋った時に、はい、うち基本カーテン全開で開けてますもんねって言ったら、うんうんうん、あ、そうですよねって言われた。いやいや、まあそれは見ればわかる。その時にちょっと、あ、ちょっと嫌がってるのかなって思って。そんな悪いことしてないんだけど。いや、してないよね。ただ開けてるだけだもん。むしろさ、俺はさ、防犯になってると思ってんの。はいはいはい。明るいから。うんうんうん、通りがね。うん。まあ、今度聞いてみよう。聞けるかどうかわかんないけど。うまいね。なんか、美味しいんだけどさ、うん、美味しいんだけど足りないと思う。うん、足りないな。ね。昨日の中華スープとかあるよ。え、ラーメンあるよ、ラーメン。あ、ラーメン。とこつラーメン。ああ、ああ。しおちゃんが好きな辛ラーメンもあるよ。いや、今日は豚骨がいいな。豚骨食べよう。うん、豚骨。え、俺も食べよう。うん。美味しいね。なんかこの間、YouTube の動画でさ、うん、某有名、大御所歌手の人がさ、うん、よく出るね。初めて、月見版が食べました、うん、動画上げてたよ。ほんと。幸子さんね。幸子さん、ね。よく見るでしょ、うん。ちょっと面白いね。うん。なんか、あの、小林幸子の YouTuber バーっていうのがあるんだけど。うんうん。知ってんじゃん、みんな。知ってるかな、うん、うん。ちょっと見ちゃうね。うん。で、なんか、その、なんだろうね。なんか、いい人が伝わるよね。あ、そうね。ね。うん。絶対この人みんなに笑顔じゃん、みたいな。うん、うん。いや、素敵だなって思うし。思う。結構さ、もう長く芸能界やってきたさ、立場的にも結構影響力だったりある人が、うん、うんうんうん。あんないい人だとさ、うん。すごいなって思うよ。んだよ。で、しかもさ、自分の YouTube の名前、YouTube ババアってやるぐらい。いや。気使うよな。いや、直接会うことはないからさ、別にいいんだけどさ、関係者とかさ、うん、なんか番組とかでも。ね。今日 YouTube ババアの撮影ですよとか言うの。そうじゃん。いや、あんたもついてるからね。ほんと？うん。これ。どこ？うん、待ってよ。うん、かわいい。うん、これ食べんの？食べたい？食べたい。うん、どうぞ。ありがとう。俺ポテトね、うん。ポテトも食うけどね。うん。うん、もう、こんなん全部食べきれないもん、俺。今。うん、うん、え、食べきれないの？違う、一人で、ポテトこれ、うん、これ M？ L？ L だと思った。ああ。S くらいでいい、今。まさかの 2食目そうね、やばいね、なんか食べれちゃうね、食べれちゃうね、みんな、なんなのその小食ぶってない世間の人たち。いや、小食ぶってるわけじゃないんじゃない、じゃない、うん、ちゃんと考えて食べてんじゃない。あー、えら、いや、俺も考えるときは考える、考えなしで食べてるのはうちらだけかもしれない。いやいやいや、俺は考えるときは考えて食べてるよ。考えるときはね、うんうん、考えないときも大事。うん、豆板醤乗せる？うん。一風豆腐。わあ。嬉しいね。あれが豆板醤なのかどうかしたら、うんうん。いただきます。いただきまーす。さっきポテトは S でいいとか言いながら。本当だよ。だからそう食べないんだろうなって思ってたら2食。違う。二人分作ってた。うん。ポテトとラーメンはまた違うんだよ。そうなんだ。そう、揚げ物だからさ、ポテトは。ああ。っていう。うん、美味しい、うまっ、うん、美味しいね、美味しい、うん、固めってこんな感じなんだね。うん、どう、ちょっと小麦っぽい、小麦粉っぽい、結構。あ、そういうのはよくわかんない。あ、なんかもう喋る気うせんだよ